秘密情報部は、イギリスの情報機関の一つ。魅力の通称が広く知られている。国外の政治、経済及びその他秘密情報の収集、情報工作を任務としている。第一次世界大戦以前には、イギリスの情報、情報収集活動は、複数の官庁が個別に組織を設け活動していた。第一次世界大戦が勃発すると全情報を一元的に、 管理することになり、戦争省情報部の下で、各組織との連絡を担当するかの名称として、それぞれのミリタリーインテリジェンスの種類に応じて、組織名に番号が割り振られた。第一次世界大戦中の SIS は、ミと呼称されていたが、1930年代後半に、ミクの名称が割り当てられた。他の組織には、ミ1、ミ2、ミ3、ミ4、ミ5などがある。 第二次世界大戦中に、見事の連携が強化される過程で、ミロクの名称は広く用いられるようになった。SIS では、すでにミロクの名称を公的文書等では使用していないが、一般に認知されていることから、ロゴなど対外的広報では用いられている。SIS やミロクの名は、報道やノンフィクション書籍、007シリーズのようなスパイ小説、 映画で古くから知られていたが、イギリス政府は1994年までその存在を公式には認めていなかった。日本政府は日本語の名称として秘密情報部を用いている。国家の情報機関であるため詳細は不明な点が多いが、本部の下に地域化と連絡化が存在し、地域化で現地情報に通じた人材を育成保有して、 情報収集等を行い、連絡課が本部との連絡役となる。人員は2500名で約3億ポンドの予算だとされる。組織としては外務、英連邦省の管轄であるが、外務大臣だけでなく、首相と内閣府内の合同情報委員会へも報告が行われ、これらの指揮を受ける関係にある。第15代長官を務めたジョン・サワーズは、 公式見解として、任務は指導者に情報を提供することで、軍事工作はしない、殺しのライセンスはないし、欲しくもないと語っている。1909年3月に、首相アスキス博は、国家特務機関を再編することを、帝国防衛委員会に勧告した。首相の勧告に基づいて10月1日、委員会に、秘密業務局外国家が創設された。 設立時の責任者には、バーノン・ケル大佐と、マンスフィールド・スミスイコール・カミング海軍大佐が任命された。後に秘密業務局外国課長も務めた、スミスイコール・カミングはサインとして、イニシャルの C のみを用いたため、これ以後の SIS の長官は皆同じように、C のサインを利用するようになった。 第二次世界大戦下の1942年11月19日に、ミロク部長、スチュワート・メンギス大佐の主導で、フレッシーマン作戦を観光し、ドイツの原子爆弾開発を阻止しようとするも失敗に終わった。第二次世界大戦中の1940年に、ミロクによって設立されたイギリス安全保障調整局は、対ドイツ情報活動。 イギリス連邦諸国におけるイギリス支援のための世論形成など様々な工作を行ったとされる。長官はウィリアム・スティー・ブンスンでイアン・フレミングはその部下であった。1995年に本部がランベスから現在の牧草裏に移動。新庁舎は警備体制が強化されており、盗聴、爆発物に対する防御が施されている。 テリー・ファレル設計による古代メソポタミアのジックラトを想起させる外観はテムズ川のバビロンとも呼ばれている。2000年9月20日に真の IRA が対戦車ロケット弾をビルの8階に打ち込んだが損害は軽微であった。2006年4月27日に国際テロの高まりを受けた人員増強の必要性から多様な人材を確保するため、 1909年の創設以来初めて新聞広告で工作員の募集を開始した。また、独自のウェブサイトを立ち上げた。近年では、ミロク、ミゴなどの機関が公式ウェブサイトで新人採用まで行っている。2005年の応募資格は、父母どちらかがイギリス人であること、21歳以上で、過去10年間に5年以上イギリスに住んでいた。 英国民であることが最低条件である。2013年、フランスがマリ共和国内で実施した軍事作戦を支援。SIS に協力する機関には、国防省に属する国防情報参謀部や内務省の下に置かれる保安局がある。SIS は国内組織としては、軍事情報を主に扱う DIS や、国内防務用情報を主に扱う SS と協力し、 国外でも西側各国の情報機関と協力して任務を実行している。またこれら2組織や同じ外務省に属する政府通信本部、内務省の下に置かれる国家犯罪対策庁と共に JIC を構成している。職員の出向などの人事交流も行われている。秘密情報部が運営すると考えられる乱数放送にはリンカーンシャー・ポーチャーとチェリー・ライプがある。 全員が、ナイトに上され、サーの称号を受けている。古くからイギリスは、ミロク等庁報機関の存在を否定していたが、007の原作者であるヤン・フレミングは、元ミロクの諜報員であることを公表しており、現役時代の経験を活かした物語として、ジェームズ・ボンドを生み落としている。ミロクでの経験に基づいて、スパイ小説を書いた作家としては、他に、 アシェンデンシリーズを表したサマセット・モーム、ハバナの男のグレアム・グリーン、ジョージ・スマイリーを考え出した、ジョン・ルカレなどが知られている。2010年9月21日には、クイーンズ大学教授で、歴史学者のキース・ジェフリーによる、初めて魅力の歴史をまとめた魅力広くが公式に発売され、モームやグリーンの他に、アーサー・ランサムなどが所属していたことなどが公式に明らかにされた。 シーズン1、7話にて登場する、ジュリアン・サンズ演じる悪役アリステア・ウェズリーは、元魅力の長報部員という設定。ありがとうございます。